こんにちは。今日は3月の使い切りを紹介していきます。結構3月は現品小物をいろいろと使い切りましたので、パパパッと紹介していきます。はい、はじめにコットン2種類ですね、使い切りました。松木用の大きめサイズピュアコットン、こちらはもうリピート済みのものですね。そして同じく無印のきなりカットコットンの大判タイプ68枚入りですね。こちら両方ともリピート品になります。現在も使ってますね。そしてカラコンですね。カラコンの方はこちらのマイデーワンデーの90枚入りですね。こちらを1箱使い切って、もうこれはね、新しくもうリピートしてあるので、そちらを使っております。はい、カラコン、フランミーの、シェルサンドミルク、こちらはね、結構淡い感じの発色で、普段使いには全然いいなと思いました。まあ、フランミーのシリーズはね、私全部ほとんど大好きなので、またこれはね、リピートしようかな、どうしようかなってところですね。カラコンもちょっとね、徐々に卒業していこうかなと思っているので、あんまり数は買わないで、たまに使う程度にしようかなと思っているので、でもこれはリピートの候補です。はい、こちら、サイオスのカラートリートメントですね。ライトブラウンになります。これはなんか一時的な白髪染めみたいな感じで、簡単にね、ささっと染めれるんですけど、まあ長持ちはしないので、本当にもう今日明日ちょっとだけやっときたいみたいな感じにささっと使うことが多くて、とても使いやすかったので、これはね、またリピートします。はい、こちらクラランスのこれはね、ボディ用ジェル、シェルピュストタンサール、多分これ前にも1個使い切ってると思うんですけど、ボディ用のジェル状美容液ですね。ジェル状なのですごく馴染みも早いし、匂いもきつくないので、すごく使いやすかったです。ちょっとこうね、ジェルだからひんやりする感じがあるので、まあ冬よりも夏とかの方がね、使いやすいのかなと思いましたけど、まあサンプルサイズかな、使い切りました。洗顔クレンジング系、よいしょ。はい、すべてサンプル品になりますが、こちらクラランスのコンフォートオイルスクラブドライスキン用ですね。スクラブ洗顔です。スクラブなんですけど、まあそのスクラブ自体もすごく細かいし、蜂蜜が配合されているような感じの匂いとテクスチャーで、最初もったりするんですけど、なじませてマッサージしてあげると、まあ少しとろっとした感触になって、洗い上がりが超しっとりします。うん、突っ張らない、乾燥しない、すごく冬場にはいいスクラブです。これね、現品もあるので、次現品使おうかなと思ってます。はい、こちら、あ、これ化粧水だった。洗顔、はい、こちらは、ラボラボ SKA ウォッシング洗顔ですね。まあ、可もなく不可もなく、これもね、現品持ってるのでね、そろそろ現品も使わないとなんですけど、とりあえずサンプル1個あったので使い切りました。はい、こちらはクレンジングジェルですね。サラナルの、クレンジングジェル 20g ですね。うん、これもね、使いやすかったです。これね、よくね、ドンキに売ってんの見るんですよね、サラナルっていうやつ。うん、まあ手に取りやすいブランドなんだろうなって感じですけど、うん、普通に使いました。特にね、ひどい突っ張りとか乾燥も感じなかったので、まあまあ普通ですかね。で、それ以外にこの辺かな。はい、こちらは、モアリップですね。リップクリームになります。まあ私はね、だいたいリップもまあその辺に置いとくとかじゃなくて、だいたい持ち歩くことが多かったり、車に置いといたりとかいうのがあるんで、ちょっとこのね、このキャップがね、使いづらかったけど絞り出すタイプだし、まあでもね、
使い切れました。ただ潤いがあるかどうかと言われたら、ここ最近売ってるような、もうなんだろう、バームタイプのそういうものとは違って、ちょっとこうこってりめな方によるのかなと思います。乾燥よりはここにも書いてあるようにひび割れとかただれにっていう感じなんで、もう抗炎症作用とか治療薬って書いてあるので、そっちに特化してるので、保湿とかの方を求めるのであれば、ちょっと違う商品かなとは思います。本当にね、唇が割れたりとかね、そういう時につけると、まあシミないし治癒が早いよって感じだと思います。ただリピートしないかな。そこまで唇問題ないので大丈夫です。はい、ハンドクリームです。ザ・ボディショップの、リッチプラムですね、の香りです。30ミリのサイズになります。リッチプラムはね、限定なので、ちょっともうなかなか出会うことがないのですが、ボディショップのね、ハンドクリームはね、すごくサラッとしててね、使いやすいですね。まあ、寝る前とかはね、もっとこってりして保湿力があるものがいいんですけど、普段使いするなら、で、ほら、塗ってすぐにこうなんか物触るとか、ハンドル握るとかいう時には、とてもサラッとして使いやすいハンドクリームでした。ではスキンケア。先に美容液いきます。これは、はい、美容液2本使い切りました。先に使ってたのがね、こっちのブラックティーの方なんですけど、あ、もう1個あるわ、これもか。違った、これとこれが一緒か。イニスフリーのブラックティーユースセラム 30ml の美容液の原品使い切りました。かもなく不可もなくかな。これ多分エイジング系だったと思うんですけど、そこまでハリツヤが出るとかいうわけでもなく、まあちょうど冬場に使ってたんですけど、保湿もすごくもうもっちりしてとか、もうこれすごい使い、次もまた使いたいっていうほどでもなかったかな、っていう感想です。とりあえず1本使い切りました。でこちらなんですけど、ソフィーナ IP の、ベースケアセラム土台美容液ですね。これは詰め替えができるんですけど、でしかも多分今リニューアルしてますよね。このパッケージじゃないと思います。これはね、まあいろんなとこですごく高評価だと思うんですけど、私的にはまあ炭酸で出てきて、それをこう肌につけてこうなじませるんですけども、その泡がこう溶けた美容液のぬめりがすごい私の肌には全然入っていかなくて、その美容液がなじむまで結構10分15分ぐらい肌放置して、でまあ乾いてからっていうか、なじんでから次のステップっていうのを考えると、今まで使ってたものは、まあデコルテとか、ランコムとかの導入美容液とか、あとはまあ構成のワンバイ構成とかもそうなんですけど、結構まあなじませるとすぐ入っていく感じなので、次の工程に行くのが早かったんですけど、これはちょっとなじみが私の肌には遅くて、ちょっとこう次のスキンケアまで時間がかかるっていうところが小さいストレスを感じていたので、こちらは、まあ、いただき物なのでね、これ自分で買ったわけじゃないんですが、リピートはしないですね。他に同じような導入で、多分エリクシールとかもあったと思うんですけど、あっちの方がまだ馴染みは早かったですね。まあ多分ソフィーナ全般あんまり使うこともないし、私、うちの母も昔ソフィーナ使ってたんですけど、合わなくなってやめてっていうのがあるから、まあ遺伝的に肌的にソフィーナあまり合わないのかなとかもいろいろ考えてますが、とりあえずこちらはリピートなしです。あと美容液がこちらサンプルですね。これもちょこちょこ出てきておりますが、トランシーノの美白美容液です。名前がメラノシグナルエッセンス
こちらサンプルサイズを2個使い切りました。これはね、しょっちゅう雑誌の付録で入ってくるので、またね、2、3個溜まったら一気に使おうかなと思います。とてもね、使いやすいですね。クリームタイプの美容液です。はい、化粧水いきます。これとこれがね、同じなんですが、これイニスフリーのブラックティーユーストリートメントエッセンスで、一応美容液って書いてあるんですけど、あのテクスチャーがね、もうすごい化粧水ぐらいのサラサラなんですね。なので私はもう化粧水代わりに使っておりました。こっちのセラムはやっぱりこうとろみがあるんで、感触っていうかね、テクスチャーが全然、同じ美容液っていうカテゴリーにはなってるんですが、テクスチャーが全然違うので、これの後に追い美容液みたいな感じで化粧水として使っておりました。パウチタイプとボトルタイプのサンプルを使い切りました。はい、こちら多分これもう最後かな、私持ってるやつ、クラランスのトーニングローションですね。ドライノーマル肌用のものになります。 50ml なんでね、1ヶ月丸々しっかり使えましたね。うん、匂いもまずまずいいし、3本ぐらいあったのかな、じっくり使わせていただきました。まだまだ他にストックがね、いろいろあるので、こちらは改めてリピートはしないです。でも夏でも冬でも使いやすかった気がします。はい、こちらです。こちらはですね、メディフィールかな、メディフィールの T3 のカーミングエッセンスパッドになります。60枚ぐらい入ってたのかな、何枚だろう、枚数書いてないけど、でもだいたいこれぐらいの大きさだと60枚ぐらいじゃないかなと思うんですけど、これはね、親切にね、ちゃんとね、ちっちゃい何トングピンセットがついてて使いやすかったですね。液も最初からひたひたで、最後の方に行ってもまだ全然余ってて、すんごいひたひたに入ってたので良かったです。で、 T3 が配合されてるので、まあ鎮静効果ですよね。結構お風呂上がりだったり、まあ顔洗った後とかに赤みがある肌に、まあ拭き取りとして使ってたんですけど、うん、すごくね、ヒヤーっとした感じでね、鎮静されるのが感じれたので、すごく良かったです。肌荒れとか、あのヒリヒリする感じもなく使えました。このね、容器がね、いいなと思って、中に再利用しようかな。あ、サンプルとかで溜まってるやつを入れ替えようかなとか考えております。ちょっと容器取っといて、なんかに使おうかな。はい、こちらクリームですね。同じこのシリーズのイニスフリーのブラックティーユースクリーム 10ml ですね。これはね、テクスチャーがめっちゃ硬くて、なんだろう、バームクレンジングのあのバームみたいな感触だけど、だからね、取るときにもうなんか全体的にくっついてくる感じでなんだろうね、ゴム？シリコン？みたいな感じの、結構固めのテクスチャーで、ただ伸ばすとしっとりして、朝までね、保湿感ありました。ベタつきもそんなに私は感じなかったので、まあね、普通のトロトロの何ジェルとかよりヨジェルとかクリーム系よりは、あのちょっと固めのテクスチャーで保湿が欲しいっていう方は、これもちょっといいかもっては思いました。うん、使いやすいクリームでしたし、結構ね、意外と量は少ないんですが、ちょっとの量でも結構全体的に保湿してくれたので、うん、使えましたね。10日間ぐらい使えたかな。で、最後に、はい、パックです。パックの方はこちらがハトムギフェイシャルマスク、これがね、30+1で31枚入ってた大容量ですね。ドンキで買ったのかな、どこで買ったか忘れちゃったけど、もうだいぶ古かったから使ったんですが、まあ化粧水代わりに使ってた感じで、感もなく不可もなく、まあハトムギ配合されてるので、あの肌荒れとか、肌荒れとか
うん、つけてて痛いということもなかったですね。これはだいたい10分程度貼って剥がすタイプになります。まあ本当にね、安くね、毎日パックするならこういう大容量いいですよね。はい、こちら単品のマスクになります。アピュオピュのマデカソサイドガーゼマスク、こちらが 1,2,3 個使い切りました。ガーゼマスクって書いてる通り、マスクの質がね、なんだろう、コットンっぽい感じじゃなくて本当にちょっとガーゼっぽい感じで、こう1枚1枚にフィルムがちゃんとついてて、ちょっと高級チックなマスクだったなと思いました。効果的にはまあこれも別にかもなく不可もなく、すんごい潤い、すんごいなんだろう、張り感とかそこまでの感触はなく、まあ本当に普通に使ったって感じです。効果的にはまあ乾燥ダメージで肌を乾燥ダメージの肌を潤いで満たし落ち着かせるガーゼタッチのシートマスクなので、まあ乾燥による肌荒れだったりとかそういうのに対してもガーゼの質感で優しく保湿してあげますよっていうことなんじゃないかな。これはね、ドラッグストアで購入しました。最後、こちらはね、断捨離になります。ちょっとね、リップもね、ちょこちょことね、断捨離しようと思って、まあその月にちょっと使って自分に合わなかったなとか、今の自分の化粧とかの色味には合わないなっていうもの、結局ね、色味、まあね、自分に実際つけて買ってるわけではないから、やっぱつけてみるとちょっと違うなっていうのがやっぱ何個かあるので、その中の一つです。ムム&のゼロベルベットティントの、これは23番のヴィンテージトープ、色味的にはね、まあ濃いブラウン系ですよね。ここまで濃いのはちょっと私には合わなかった。ちょっと薄めてポンポンで使っても、うん、やっぱりね、いまいちでした。なのでこちらは、期限もね、確かね、今年までのやつだったので、断捨離します。最後。はい、パウチタイプ。結構使ったね、3月はね。サナエクセルのラスティングタッチベース、化粧下地が1、2、1、2、3個。こちらがプリマビスタの、ナチュラルグローラスティングリキッド、オークル3番を1つ。プリマビスタの、崩れにくい潤い質感、メルティリキッドファンデーションのナチュラルオークル。これね、色ね、ちょっと濃くてね、使いづらかった。質感はいいんですけど、サンプルなのでね、色が合わなかった。ポーラホワイトショット美白美容液ですね。1,2,3,4,5個。クルドボーボーテ。こちらは、化粧水？あ、美容液ですね。クルドボーボーテルセラム美容液。1,2,3,4,5,6個。ラフラトリートメントミルク、乳液ですね。1つ。こちらがね、シカバリアアンプル、どこのやつだったかな、こちら、概要欄に記載しておきます。シャワーオイル、サボンですね。サボンのシャワーオイルの、パチュリ&パチュリラベンダーバニラが 1,2,3 個使い切りました。シャンプートリートメントですね。スティーブン・ノルのリペアコントロールシャンプーとコンディショナー。そしてこれが、モロッカンオイル、インテンスモイスチャー、シャンプーとコンディショナー。これはね、めっちゃ良かったですよ。オイルが配合されてるからなのか、めっちゃしっとりして、これはね、感動ものでした。はい、最後、入浴剤。ゆず風呂。サイオーバスソルトの TM
と書いてますが、柚子の香りの入浴剤でございました。3月は結構現品もね使い切れたのでね、よかった。またね、使い切った個数目標数と同時に、ここに表示しておきますのでご参考にしてください。まだね3ヶ月だけど着々と使い切りの数増えておりますね。今年の目標達成まで頑張って使っていきたいと思います。3月の使い切りコスメは以上になります。ご視聴ありがとうございました。